扉を閉めなさいよ。私、銀河って言います。この部屋は4人で使うんだそうですね。あなたの名前は？あなたもタルトババアですか？なんで私がタルトババアなのよ。だって口聞いてくんないんだもん。私は貴族よ。あなたのような庶民とは対等に口を聞く必要などないの。この部屋鏡台が一つしかないんだ。だからどうしたっていうの？私も髪を溶かしたくなったの。あなた終わったでしょ。そこどいてくんない？これは私一人で使います。じゃあ私はどうすればいいのよ。かわやにあるからそこを使ったらいいわ。へえ、あんたセサメって言うんだ。勝手に私のものに触らないでよ。セサメでいいんだ。違うわよ、セシャーミン。あなたって無学ね。セシャーミン様、様をつけるべきよ。セシャーミン様。じゃあ私にもつけて、銀河様。庶民での田舎娘が笑わせないでよ。どうぞ。もうね、決まってるんだから、あなた諦めて帰った方がいいわよ。え？何が？天使様のお妃になる人。入ってきたら。え、何？もう調子狂うわね、あんたと話してると。つまりね、皇帝の妃にふさわしいのは私のような女ですの。名門、教養、そして美貌、全てが揃っているわ。だから妃になるのは私なの。あなたいるだけ無駄だから田舎へ帰った方がいいわよ。どうしたのかしら。どうぞって言ったのに入ってこない。部屋を間違えたんでしょ。放っておきなさいよ。子供じゃないんだから、用があるなら勝手に入ってくるわよ。ねえねえねえ、どうしたの？どっか具合でも悪いの？開いたか。河南州。どうして廊下で寝ていたの？開かなかったから。開かないって？開かないと入れない。だって決まりだ。え？私の国では扉を叩いて開けてもらえないときは部屋に入れないことになっている。たまんない。ここか。下流。私の名はタミューン。今日からあなたたちと一緒にここで暮らします。時々別行動を取ることもありますけど、気になさらないで。